ぱり暖かい部屋で暮らしていただきたいという思いももちろん大きいんですけど、その人と人とが関わり合ってこう心が温まる。お客様がこういう家を作ってほしいと言われる前から、僕たちは家にとって何が必要かっていうのを徹底的に研究して、新見で快適に暮らすためにはこうあるべきだっていうとことことん突き詰めて家づくりをさせてもらってますので、リビングが広くて心地いいとこですかね。そうですね、新築を建てるよりかは中古住宅を買って、ここに座って薪ストーブを見ながら火を入れておけば今は一番好きです。お客様が一生かけて支払うべき財産を一から提案させていただくっていう、その責任感がとても強い仕事だと思っているので、僕たちが作るお家の中では絶対的な安心感、一番住宅にとって大切なのはやっぱり災害に強くて長持ちすることだと思います。最低限の希望を伝えただけでもここまでできたんで、いやもう想像以上でした私たちの作っているお家は、こう住み始めてから快適さに満足していただいて、こうテンションがこう上がっていくような、そういうお家を作っているつもりですので、3年後5年後でもやっぱり上田さんに頼んでよかったと思っていただけること、そこが一番のお約束できるゴールかなと思います。ここもふるさとになって、そう思えるのってやっぱり実際に住んでるからこそじゃないのかな。だからこの地域にあった建物を、お客さんの将来どういう生活を望んでいるのかっていうところを、本当に細かくこう達成させてあげるような家づくりが、できればなっていうふうに思ってます。明るい家が好きというか、いいなと思ってたんで、あと技術もやっぱりうちの家ってすごい高いと思うんですよね。どこよりも長持ちする家は作れるかなって、100年持つ家って本気で僕ら考えてやってるんですけど、そういう安心感っていうのは持ってもらえるんじゃないかなと思います。見学会に行って木のぬくもりの感じが私たちが求めてたものぴったりだったので、数年前に断念してたんですけど、で上田さんのお家を見せてもらって、建てられたお家を見せてもらって初めて夫が建てようかって言ったので、もう今だと思って本当に木のぬくもりをすごい十分生かしてくださった心地いい家になりました。僕が本当にこう一番今まで家を建てて嬉しかったのは、いろんなことを言いたいんだけど言葉にそれが出てこなかった、感極まってみたいな、ありがとうっていう言葉があったんですね。もうそのありがとうっていう言葉になんか全て含まれてる気がして、その重い深いありがとうっていう言葉をまた聞けるように頑張ろうって。本当にお客様に幸せになっていただこうと本心で思って仕事をしようと思ったら、やっぱり自分が幸せじゃないとそう思えないと思うんですよね。だからまず社員みんなが幸せで、こう働きがいのある会社を作っていきたいなと常々思ってますので、その社長と専務の思いに社員もついていって、お客さんのためにみんなでこう喜ぶ顔が見たいなっていうのでしていけたらなと。お客さんがこう日を出した時に喜んでくれて笑顔でこう今でもちゃんとつながってるっていうのは本当ありがたい話
まあ、そういう家づくりをずっと続けていければなと思ってます。